We'll be right back.
こんばんは東京。ただいま東京。やっとここに立つことができました。ありがとう。バッケン、ブラッドストック、サマーソニックダウンロード、たくさんのステージ立たせてもらってきたけど、こんなにも待ち遠しいと思ったことはありませんでした。本当にみんなの顔が見えて嬉しいです。ありがとうございます。1年間のみんなの思いを今日この瞬間にぶつけて最高に熱い夜にしましょう。よろしくお願いします。今回のツアータイトルは Ride for Vengeance、 リベンジするべく私たちは最強の武器を用意しました。みんな準備はいいかな？バルコニーも準備いいですか？もう一回全員で Are you ready? Right. 世界に火をつけろ。セット上
ありがとうございます。みんな楽しんでますか？さて、ちょっとここからはみんなを違う国に連れて行ってあげようかな。東ヨーロッパのルーマニアっていうところがあるの。山の頂上に立つ西洋のお城を想像してみて。かぐわしい血の香りが吹いてきたでしょう。トランシルバニアからのこの風が。
ありがとうございます。改めて本当に今日この日を迎えられたことをとても感謝しております。ありがとうございます。ライブという存在が突然なんだか遠いものになってしまって、みんなとのつながりも急になんか断たれてしまったような気がして、とても辛い一年でした。いろんなことを考えさせられました。私たちにとって音楽とは、そしてラブバイツとは。すごい心折れそうになった時もあります。それぞれ5人それぞれの思いがありました。ただどんな時もいつも思い出すのはみんなのことだった。みんなの顔、声、応援してくれる思いだったり言葉だったり、そういうのが一つ一つ原動力となって、今私たちがやれること、やるべきこと見失わずに進んでこれた一年になったんじゃないかなと思っています。そしてね、新たな作品もちゃんと届けることができました。本当にみんなありがとう。だからね、この一年本当に無駄じゃなかったよ。この一年がなかったら、このみんなとのこの空間とかね、本当の大切なものに気づけなかったかもしれない。だから今までもこれからも物事に無駄なことは一つもないと思っています。あと私たちにとって音楽は決して不要じゃなかったね。これからも音楽とともに生きていきたいし、それだけはどう考えたって変えられない。なので前を向いて進むのみだと思っています。まだまだ元の形に戻るにはすごく時間がかかると思います。でもこれからも変わらずみんなと一緒に歩んでいきたいなと思っています。ついてきてくれますか？ありがとう。もっともっと最高の景色を必ず見せてあげる。それが私たちにできる唯一の恩返しだと思っています。本当にいつもありがとうございます。愛すべきみんなに、そして世界に、この曲を捧げます。 Glory to the World。Thank you.
Let's go.
The Golden Touch, Miyako! Little Big Angel, Haruna! Natural Born, Headbanger, Miho! Crazy Shredder, Midori! The one and only boy, Atomi! から挨拶をしなさい。ミヤコさんから。
はい、4日間どうもありがとうございました。やっぱ1年間ライブできなくて、でうちらも悔しかったし、多分スタッフもそうと思うのね。だからやれてよかったなと思います。ありがとうございました。本当に、4日間、ありがとうございました、本当今回も延期になったりしてだいぶ伸びてしまったんですけど、でも無事に開催できて本当に良かったです。もう本当今回のツアーからは本当もうチーム一丸となってって感じで、皆様の本当おかげで本当よりよくライブができたと思いますので、本当に感謝してます。ありがとうございました。皆さん4日間ありがとうございました。もう本当ライブしたくて泣いちゃう。これね、喋るとダメでしょ。喋るとダメなんで、私名古屋の1曲目から号泣して、ラスト曲で号泣し、最後号泣し、明日の MC で泣き、今日の MC が一番泣いて、もうグローリーずっとすごい一生忘れない思い出になりました。ありがとうございました。これだけの人が支えてくれて本当に感謝してました。ありがとうございました。大丈夫だった一緒。本当に4日間ありがとうございました。もう本当にどうなるかと思いましたが、こうやって無事開催できて本当に嬉しいですし、すごい1公演1公演より良くなっていくように、本当にすごいチームで協力してもらって、本当にすごくファイナルに向けてというか、東京に向けて、ファイナルに向けてすごくいいツアーになったと思います。本当にありがとうございました。私はもうずっと MC で喋ってるので、まあそれも全てお客さんに対してもですけど、皆さんに、まあ、みんなに対してもメンバーに対してもの気持ちを毎公演で喋らせてもらいました。なんかもともといるスタッフの方々は本当に一緒にリベンジできてすごい良かったなって思うけど、本当にすごい初めましてのスタッフの方たちとも、なんかすごい昔から一緒にいるぐらい本当にあったかくしてもらって、本当このチーム大好きです。本当いろんなことを、ね、細かくすごい念入りにやってもらって最高のステージになったと思います。本当にありがとうございました。もうビクターも皆さんいつもありがとうございます。じゃあ皆さんいいですか、はい、乾杯させてもらいます。じゃあ皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。打ち上げができないことだけが唯一の心の鬼です。